次の仕事は？よっ。マスター、俺が飲んだことないものをもう一杯頼む。お客さん、うちのお酒はもうとっくに全て飲まれていますので。そうだったか。よし、なら今日はこの辺でおしまいにしよう。ガイア、やっぱりここにいた。おっと、パイモンに旅人じゃないか。どうやら俺はまだ神に見放されていなかったようだな。お前たちに会いたくてしょうがなかったんだぜ。お前出張中なんだろ。毎日午後は酒場で暇をつぶしてるみたいだけど。はは、俺はジンをひどく恐れているんだぜ。そんな俺にあいつを不機嫌にさせる真似をする度胸があると思うか。実はな、俺が今回スメールに来たのはここの酒造業を視察しに来たからなんだ。ジャファータバーンにいつもいるのも真面目に仕事してるからなんだぜ。スメールが香料で有名なのはよく知られているだろう。そこで騎士団は酒に最も造詣の深い俺を派遣した。それが、それで結果はオルモス校の何人かの香料商人とすでに契約を進めているところだ。おお、悪くないビジネスチャンスみたいだな。暁ワイナリーもディルックの旦那もこれを機に大儲けできるんじゃないか。そうだな。まあこの商売を暁ワイナリーに任せるかどうかは最終的に俺の気分次第だがな。おい、公務に私情を挟むなよ。いきなりそんな質問をしてどうした。ほう、なかなか鋭いじゃないか。馴染みがあるというほどじゃないな。それで？おっと、これ以上喋る必要があったか。お前たちと昔話をするつもりではあったが、これはあくまで俺自身の無…わかったよ。お前たちが聞きたいなら仕方ない。これは俺が暁ワイナリーに引き取られて間もない、ある日俺は父さんのしていた商談からキャラバンをスメールに派遣する話を聞いた。知っての通り、自分の血の中にある故郷のことに興味を持たない奴なんていない。そして俺の故郷、カーン・ルイヤはスメールの近くの地下深くにあったとされている。だから当時の俺はこっそりと貨物に忍び込み、キャラバンと一緒にスメールまで行ったんだが、ワイナリーから俺がいなくなったっていう連絡がすぐにキャラバンに届いてな。キャラバンの責任者が俺を見つけた後、父さんの手で直々に連れ戻されたよ。すまん。実を言うとそれほど多くはないんだ。カーン・ルイヤがスメールの近くにあったっていう情報も幼い頃に自分で資料から調べたもんだからな。ただ年を重ねるにつれて俺の生活も次第にカーン・ルイヤと関係のないものになっていった。昔の俺は実の父親から何らかの責任を受け継いだんじゃないかって。だが後になってよくよく考えてみたんだ。父が俺をモンドみたいな自由で平和な城に置いていったのは、ただ真っ当に一部の物事から俺を遠ざけたんだよ。と言っても、
これは全部俺の勝手な想像だけどな。今俺が持っているカーン・ルイヤと関係があるものといったら、おそらくアルベリヒという名字だけだろう。マスター、デス・イン・ディス・アフタヌーンを頼む。貴様はアルベリヒの意味をちゃんと理解しているのか。ダイン、ダイン、近くで盗み聞きするだけじゃなく、やっと俺たちの話に参加していただける気になったようだ。すでにモンドで面識があったよな、ダイン・スレイブ。俺のことを知っているのなら旧知と言っていいだろう。ガイア・アルベリヒ、アビス教団創立者の末裔よ。なんだって？貴様は今までこのことを知らなかったのだろうな。でなければああも堂々とその名字を口にはしなかったはずだ。まったく、この名字にそんな面倒事が隠されていたとはな。だがこれで俺の推測は裏付けられた。こうもあっさり受け入れるとはな。しかも何の疑いもなく。ああ、ちょうど俺の頭の中にあるいくつかの疑問を解決してくれたからかもしれないな。お前は最も純粋な血を持つカーン・ルイヤ人だろ。よく頭の回るやつだ。率直に言わせてもらうが、貴様が先ほどこいつに言った言葉、それを裏切るなよ。貴様がその本心を保ち続けることを。ガイア、お前まさかアビス教団のやつらと何か関係があるわけじゃないよな。おいおい、話が急にシリアスになりすぎじゃないか。モンド人の俺はそういうのに慣れていないんだが、血筋の由来を知ったところでそれがどうしたっていうんだ。そう心配するな。これまで同様、機会があれば俺は喜んでアビス教団の連中。おっと、そろそろ時間だな。香料を扱っている商人と商談の約束があるんだ。そうなのか。ああ、またな。それとダイン・スレイブさん、今度酒場で会ったらおごってやるよ。ただ横で人の話を聞いてるだけなんてもったいないだろ。ダインはガイアのこと信用してないのか。二人とも同じカーン・ルイヤ人なのに、まるで水と油みたいだぞ。俺はあいつのことをまだよく知らない。故に今すぐ結論を出しても意味のないことだ。血筋は果たして本当に人に何の影響ももたらさないのか。俺はそれに疑問を抱いているだけだ。貴様の血縁者がアビス教団に姫と呼ばれているのは、まさにこの継承。でなきゃアビス教団の王って呼ばれるべきだからか。運命の食器を追うためだ。おう、モンドにいた頃オイラたちが発見したアビス。いや、新しい手がかりとは言えない。ただずっと記憶の摩耗に抗えずにいたというのに、少し前に傷を癒していたところ、偶然にもいくつかのことを思い出してな。当時、貴様の血縁者と共に旅をしていた時、彼女から同じ言葉を聞いていたんだ。ああ、俺の記憶とあの言葉が結びついた時にはいささか驚いた。その記憶によると、あれは当時の俺たちが共にスメールまで旅をしていた頃のことだ。つまりダインはその時、妹さんがそれを口にした場所を調べようとしてるってことか。そうだ。この概念が現れたのには必ず何らかのきっかけがあったはずだ。じゃあ早速向かおうぜ。数百年も埋もれてた秘密がオイラたちを待ってるかもしれないぞ。いや、今はまだその時ではない。違う、俺の頼んだ。
そしたら待て、ここは少し覚えがある。ここか？特に変わったところは見当たらないけど。ああ、この森の全てが俺の記憶とあまり変わりない。近くを調べよう。何か手がかりがあるかもしれない。これって畑か？でも長いこと使われてないみたいだ。そのせいでここに何が植えられてたのか全くわからない。消された焚き火があるな。この痕跡を見た感じ、ここで焚き火をしたのはかなり昔っぽいな。この辺りには価値のある手がかりはなさそうだ。まだ誰か住んでたりしないか？いや、そのようには見えない。この辺りには生活をしている形跡もないしな。そうなのか。じゃあまずお前が先に入れよ、ダイン。どうやら本の箱が開けてみるか？お前が開けてくれ。おいらは中のものに指を噛まれないか怖いから。あれ？これってしかも割れてる。この箱ってもしかして化粧箱だったのかな？ちょっとがっかりだな。何か大きな秘密が隠されてるのかと思ったのに。この部屋にはダインが言うほどおかしなものはないみたいだ。ご飯を食べるのに使うお椀だ。いや、気づかないか。あ、じゃあ薬を飲むためのお椀か？どこにでもある普通のベッドだな。下には特に何もないみたいだ。ここって暗いし湿っぽいし、特に注意するようなところはなさそうだな。記憶にささか曖昧なところがあるとはいえ、俺、まあいい、果てもなく調査したところで、た物音？心配無用だ。ただの雑魚だろう。やっぱり魔物だ。ダインって鼻が利くだけじゃなくて耳もいいんだな。全然数百歳の人には見えないぜ。でもダインの常識を超えてるところはそれだけじゃないよな。とりあえずこの魔物を片付けようぜ。先ほどの魔物の出現も偶然ではないはずだ。地脈の異常か。こうするとしよう。俺はここから少し離れ、近くの地脈に問題がないか調べてくる。一人で行くつもりか？まさか
何かオイラたちに隠しておきたい秘密があるとかじゃないよな。くだらん邪推だ。俺はただ調査の要はあくまでこの家屋の付近にあり、何せ地脈の調査のようなレンジャーでもできることなら。ねえ、わかったよ。ちょうどあっちに焚き火があったから。よっ、ついていきます。お前が作る料理は相変わらず美味しいな。この料理の腕だけでお前には一生ついていけるぜ。そういえばダインのやつ、さすがに遅くないか？はあ、ここには一緒に来たのに。その別に深い意味はないけど、ちょっとだけ聞いてもいいか？そんなはっきり言われるとおいらも照れちゃうぞ。だから話してくれる気になるかわからないけど、おいらお前が妹さんと一緒に旅してた時のことを知りたいんだ。星空？おお、ああ、オイラ、お前の気持ちはずっとわかってたぞ。オイラが必ずお前のガイドをちゃんとやり遂げてみせるからな。真相だっていつか明らかになるはずだ。よし、今に見てろよ、天理。ごめんな、辛いことを思い出させちゃって。やっぱりお前には笑っててほしいんだ。よし、もう遅いし、お前は先に休んでていいぞ。もうそんなこと言うなって。オイラだってお休み。安心してぐっすり寝てくれ。おい、目を覚ませ、朝だ、起きろ。そんな寝ぼけていてどうする。今日、目尻に涙の前、貴様はここで休んでいろ。止まれ！何をする気だ！ここは君が思っているような場所ではない。そして余計な真似もするな！さっさと立ち去れ！旅の仲間とは、昨夜君のそばで見、それなら、明け方に森の方へ行くのを、それを知ってどうする？と、分かったらさっさと立ち去ってもらおうか！どうした？なぜどこにも行かない？いいだろう。影から君のことを観察させてもらう。だがいいか、余計な真似はするなよ。
これを守れるなら好き。ふん、分かった分かった。じゃあどいてもらえるか。ったく、ふん、勝手にするといい。もともとずっとごまかせるとも思ってなかった。だ、中に入っても驚いて騒ぐのだけはなしだ。では行こう。余計なことは聞くな。安心しろ、この子に攻撃性はない。何せその全身は幼すぎたからな。とにかくこの子に手を出そうなんて考えるな。ん？まさか君がカーン・ルイヤのことを知っているとはな。一体何者だ。神を信仰しているか、旅人よ。どうやら君もいろいろあったようだな。よかろう。私の名はエデ。君の言う通りカーン・ルイヤ人だ。さっきまで態度が悪かったことは謝らせてほしい。私の知る限り、七神を信仰する者以外の人間は、そして神の信仰者は全員敵だ。とにかくカーン・ルイヤの災厄が起こってから今に至るまで、忌まわしい不死の呪い目、こんな生活をいつまで続けなければならないというのだ。不死の呪いはあの憎き神々がカーン・ルイヤ人に授けた贈り物だ。我々は故郷を失い、家族を失い、全てを失った。災厄がもたらした苦痛は最初から耐え難いものだったにもかかわらず、不死の呪いはこのまま自分の魂と肉体が摩耗していくのをただ眺めながら朽ち果てていくしかないのだ。カーン・ルイヤ人の定義は、何もカーン・ルイヤの最初の血筋を引いた者だけを指しているわけではない。神に背いた者がカーン・ルイヤを訪れれば、そのまま国民として受け入れられるのだ。そのため神から不死の呪いを受けたのは、罪深いものとされた血筋の最も純粋なカーン・ルイヤ人のみ。そして他の魔人の血筋を持った国民たちは、逃亡する最中で荒野の呪いにより魔物となったんだ。私の子供だ。私生児でありカリベルトという。かつてあんなにも口にするのがはばかられたことを、今になってようやく平然と言えるようになるとはな。血筋の関係で私はかつてカーン・ルイヤ王室の貴族だった。そんな時、私は平民のとある美しい女性に出会った。彼女はモンドの血筋を持つもので、彼女こそがカリベルトが生まれてからはまさに苦難の連続だった。その全てが私の身勝手な行いのせいだ。そしてこの子は私の目の前でヒルチャールになったのだ。本来私があげるべきものをこの子は何も受け、彼女は、いや、彼女は私たちとはぐれてしまったんだ。大丈夫だ。すべてを手に入れた時にこそ、それに対し、ほとんどすべてを失っている時は、逆にまだ失っていないものに目がいく。私には、少なくともカリベルトがいる。そうだった。カリベルトの様子を確認するためだけに、私は戻ってきたんだった。
こっちだ。先ほど君は私がカリベルトをスメールまで連れてきた理由を、その理由を今教えてやろう。あの子の知性を取り戻す薬をな。それだけでカリベルトの呪いが解けるとは期待していない。私の力では、神の、だが噂では、その薬はスメールの知恵の神の力を借りたもので、埋もれてしまった知性を呼び覚ますことができるという。それであれば、もしやカーン・ルイヤ王室の大図書館だ。そこのとある書物に記されていた。若い頃、宮廷貴族の生活に満足できず、常に刺激を求めていたからこそ、私はあの本を読むことができたんだ。ならどうしろというのだ。神はすでに我々に裁きを下した。今さら禁忌を気にする道理なんてないだろ。大丈夫だ、分かってくれればいい。すまない、時々自分の感情を制御できなくなるんだ。この薬を合成するには君の助けが必要だ。私のこの両手は今やもう細かな作業をするのに向いていない。この材料を君に託す。他にもスメールで育った特産が必要だ。君は持っているだろうか。それはよかった。これは私。できたか、ご苦労だったな。正直に言うと、私もこの薬がどんなものなのか把握していないのだ。何しろあの禁書には挿絵がなかったからな。さて、ついにこの時が来たか。クソ。いや、実はこの薬はまだ完成していないんだ。最後にあることをする必要があってな。この薬は知恵の神の力を借りることで知性を呼び覚ますことができると言ったのを覚えているか。つまり今から七天神像へ礼拝に行かなければならないんだ。薬を持って早速行こう。
心臓。私はこんなものに頭を下げなければならないのか。神よ、私を見ろ。祈りの言葉など捧げはしない。私の故郷はかつて貴様らに滅ぼされ、同胞たちはかの最悪に散々苦しめられた。私を長老する資格を持つのは運命、ただそれだけだ。神よ、もはやこの地の中にある罪が私とは関係がないことを証明しようとは思わない。ただ幼い不幸、我が息子カリベルト、世にある美しいものを何一つ見ないまま魔物にな、神々の行為が全て最初から傲慢なカーンルイヤ人の頭を、私はこの頭を下げよう。これまでの人生で守り抜いた、ほんのわずかな奇跡であろうとも願う。お願いだ。無様な姿を見せてしまったな。戻ろう。ああ。よし、出発だ。カリベルト。薬は完成した。早速試してみよう。カリベルト、私だ、パパだ。カリベルト、君が生まれた時、私はそばにいてやれなかった。君が母親と一緒に苦しんでいた時も。だが今、君のパパはここにいる。長い長い年月を、まだ私のことを怒っているのか、カリベルト。もう正気を取り戻したんだろう。ただ私と話したくないだけなんだよ。パパが悪かった。カリベルト、許してくれ、頼むから。どうしてだ、神よ。一体これ以上私の全てを奪った貴様らに、私は頭を下げたという。この安い命でいいのならくれてやる。なのに貴様ら、死ぬ権利すら与えてくれない。やはり信じるべきではなかったんだ。この世にいる神々は一瞬たりとも人間の味方をしたこと。他に原因だと、どういうことだ。そうか、そういった理由も。諦める。いや、カリベルトとここに50年、いや100年だって暮らしてもいい。何しろ時間は持て余すほどあるのだから。では出発しよう。薬をもう一つ、薬の鍵となるのはあの一種のキノコだ。少し面倒だが、そこの畑に植えたんだ。うん、細かいことは気にしないでくれ。その好奇心を抑え手伝ってくれるのなら、先ほど礼拝した心臓の隣に滝がある。そこで午後に。私はもう少し、カリベルト。ああ、冒険だ、冒険。
戻ったか。カリベルトの状態はかなり安定しているよ。言い換えれば、依然として何の効果も見られないと。よし、水をくれ。ここでしばらく見張っていてくれるか。特にスメールのレンジャーを家に近…ああ、すぐ戻ってくる。肥料…何があった？魔物が出たのか？君がいてくれて助かった。私一人ではこれほどの数の魔物を相手できなかっただろうから。そうだ、肥料は無事に手に入った。次はこのキノコを取ろう。先ほどと同じ手順でもう ああ、いや、何でもない。長い年月を経て、私は本当に疲れてしまった。このまま畑で横になって、ははそうだな。だから考えてみただけだ。薬の作成、ご苦労だったな。なるほど。着いた。待った、どういうことだ。今のはカリベルトじゃないか。まずい、さっき薬を作っている時に。急いで追いかけるぞ。どうやらカリベルトではないようだな。ああ、カリベルトの腕にあるスカーフはかつて私があの子の母親に送ったものなんだ。私の目もいよいよなのかもしれないな。自分の息子さえも見分けがつかなくなりつつあるとは。確かに私たちにまるで興味がなく。ああ、昼ヒルチャールはここに入ったようだな。
なんと不気味なところだ。こんな場所、前か、ん？ヒルチャールたちが、ひれ伏して何かをあがめているようだな。こんな光景、見たことない。それを知るには。しているんだろう。
次の仕事は。やあ、はい。もしかして今天井に立ってる？部屋がひっくり返ったのかな？それとも重力の影響？呪文をセットする場所を探す必要があるみたいだ。こちらはこの地で運命の探求を許可されておらぬ。ほう、なんじらはそれでも謁見をし、いいだろう。ならばなんじらに運命の試練を授けよう。情報残滅。みんながそばにいてく、やるか。これならどうだ。
なんと完璧な生命体だ。あの身に漂う計り知れないオーラ、よくあのような存在を任すことができたものだ。君の実力先に進むとしよう。よし、出発だ。ここが終点のようだな。生命、なぜひれ伏さ、恐怖と満ちかろうか、それとも力を欲するかろうか。生命、なぜひれ伏さ、私は神だ。在業から生まれたまだ無垢な花よ、その開墾を一切抑える必要はない。超越せし存在となる。私は時の終点で涙をこぼさ、君の全てを振り返る。瞬間、心にある感情が一斉に静まった。ああ、今はかなり気分がいい。そうなのか。カリベルト、よかった。ここは変わりないようだ。私は薄々感じているのだよ。先ほどのあの出来事はある種の運命の定めなのではないかと。私が心臓を礼拝したくないと強く思っていた時に、あのようなことが起こったのだ。あれはまるで導きのように感じた。君の話によると、私はどうやらあれの前でひれ伏したのだったな。もしかするとあの行為が薬に同じ効果をもたらしているのではないだろうか。
レゴコースドルラ。君が何を言おうと、私は試してみたい。それに。カリベルト。パパ。カリベルト。なんということだ。見たか。効果があったぞ。ママは？ママは、いいか、カリベルト。まずは私の目を見てくれ。うん。パパでしょ？救われた。カリベルト、今はどんな感じだ？うん。長い間、眠ってたような気がする。夢の中で小さな部屋に隠れてた僕。僕の体。ねえパパ、何が起こったの？いいか、落ち着くんだ息子よ。これはただ君が眠りについた時に、この世界にはもうカーンルイヤも私たちの家もない。それからあの赤い空も、世界の滅亡を描いたような最悪もなくなっている。君はその小さな怪獣の姿でパパと永遠に暮らすことができるんだ。僕は死んだの？そんなことはない。何を言っているんだ、カリベルト。ほーら、君の腕にはママのスカーフが巻いてあるだろ。ママも君を祝福し、加護を与えている。そうなんだ。そうだとも。目が覚めたばかりだから、まだ混乱しているのかもしれない。ああ、そうだ。このことをしっかり胸に刻んでおきなさい。何があろうと、その仮面を外してはならないと。覚えたかい？仮面は外してはいけないからね。うん。パパ、僕、覚えたよ。あの日以降、今日ほど喜んだことはない。ふん、七神が当てにならないことなど知っていた。加害者。そう、奴らはいつまでも加害者なんだ。それに比べ、私たちが洞窟で出会った名もし、あの神秘的な力。なん、ああ、そうだ。神に祈って願いが叶ったのなら、神へ祈る時の作法はあまり心得ていなくてな。ただ今回は必ずが罪人だと。まったく、何をほざいている。あの神の力、君も見たはずだ。七神があれほどの奇跡をもたらすことができるか。あの方は、まあよい、君がどう考えていようと、今すぐにでもガンほどきに行かねば。君はついてこなくとも結構だ。
くすぐるアイテム。よし、出発だ。ひれ伏していたヒルチュアルも、前に見たのは、すべて幻覚。確かに、あれが幻覚のはずない。幻覚でも偶然でもなく、ましてや行こう、旅人。あれが消失したのには、必ず意味があるはずだ。いつの日か再び、この目にする機会があると、神ではなく、罪人。どういうことだ？カリベルトはどこに行った？嘘だ。
カリベルト、まさか誰かがここに来て。いや、ドアは破壊されていないし、周りに誰かがいた痕跡もない。まずい、カリベルトの今の姿でレンジャーや冒険者に待て、誰かが物を動かした形跡がある。まさか。鏡が割れている。おそらく、あの子は仮面を外したんだろう。なんということだ。親の教えを守らないとは。急いであの子を追うぞ。よっ。はっ。スカーフだ。私が巻いてあげた。どうやらこの先のようだ。急ごう。カリベルト、カリベルト、どこにいる？レンジャーだ。まずい。そこの人、見ない顔ね。ここで一体何をしているの？貴様ら、ヒルチャールを見なかったか？先に私の質問に答え。こちらが聞いているのだ。あなた、ヒルチャールなんてどこにでもいるでしょ。ああ、ついさっきあっちで何体か倒したぞ。貴様ら、おのれレンジャー、おのれ七神の民め。あなた、外国人がそんなぼ。レンジャーめ、よくも貴様ら。全く意味がわからない。ヒルチャ、キス、あの子は知性を取り戻した。レンジャーよ、本当に本当に少しも加減しな。そうだよ、わけのわからないやつだな。まあ強いて言うなら、俺がチームを離れてその用を足してた時、たまたま出くわ。最初は俺も身構えたんだが、そいつには特に敵意がなかった。ただぼ。そうだな。ちょっと、このまま何もなしに行くの？もし何か見ていたとしても、パパが言っただろう。ここは童話の世界だと。カリベルト、どういうことだ？さあカリベルト、一緒にお家に帰ろう。一緒。パパ。カリベルト。パパ、こんなのあんまりだよ。違う、全て私のせいだ。こうなると、もっと早く知っていれば。何もかもが残酷すぎるよ、パパ。やっと理解した。おや、目が覚めたか。いや違う、旅人という名で呼ぶ必要はなかったな。私はとっくにあなたの正体を知っているのだから。
なーに、あなたのことはもともと知っていたのだ。それは至って普通のことだ。あなたのように高貴なお方が、それに最初、私は偽名を使った。エデとは、かつての私の従者の名でな。そう、私の本当の名は、コロタール。コロタール・アルベリヒだ。あなたも見ただろう、あの力を。カリベルトが身にまとった力は、あなたの言う罪人の力にそっくりであった。そして今、私は確信した。ようやく目にできた。あなたには関係ない！罪人。罪人だ。罪人のみが、カリベルトの運命はこうなるはずではなかった。だが今は実に良い。その極限の悲しみから生まれて、あの子は、運命の食器になるのだ。危険。まさか、あなたの口からそんな言葉が聞けるとはな。我々は、かつて信じていた。あなたがカーンルイアに。なぜなら、あなたはアビスそのものを代表している。そして、カーンルイアがアビスを掌握すれば、我々はかつて。しかし、カーンルイアの、姫様。今、俺のこと、なんて呼んだ？気を失っている間、何があった？俺が付近の地脈を調べたところ、アビスの力の影響により乱れがずっと生じていたようだ。地脈にはこの世の情報と記憶が流れている。もしコロタール奴は、アビス教団を創立した後、アビスへの信仰から様々なことを成した。だが、不死の呪いは最後まで奴の肉体と精神を蝕んだ。奴の信仰するアビスが救済を与えることもなかった。そして100年後、奴は完全に正気を失うと姿をくらました。しかし、確かに奴はその手で数々の厄介事を残していった。例えば貴様たちが目にした、あの、汚れ、そう言っていいだろう。でなければ彼女がアビス教団の姫になっているはずがない。旅人、大丈夫か？貴様の視点から数百年前の彼女の記憶を見、やはり運命の食器という概念はあの時代に生まれたものだったか。しかもコロタールの息子であるカリベルトの当時の状態がそれに関係していた可能性が高いようだ。ただ、この話を貴様の血縁者から聞いたことは一度もない。
つまりその頃から彼女はすでにこの道を歩むことを決意して。ああ、はい、なんだ。畑？急にそんなこと気にしてどうしたんだよ。ここにか。ならば堀か。本当に怖かったぞ。お前ら、もう埋めな。男と女の遺骨が一人ずつ同じ場所に埋められているとは。気になるのは男の遺骨の埋葬された時期が明らかに女よりも遅い点だ。そして男の手にはスカーフが一つ握られていた。これは何を意味している？貴様はなぜこの下に遺骨があると知っていた？なんだと？こんなこと。コロタール・アルベリヒが最終的に不死の呪いを解かない限り考えられないことだ。あらゆる情報が錯綜している。整理するには時間が。ここで別れるとし。え、またどっか。しばらくは別行動をした方がいい。やつ？ああ、やつの正体は大方予想で、気が熟したら次に会う時に貴様。ところで、そのやつが旅人のことを見たかもしれないって。もしあいつなら、そういったことはおそらく奴を制限する要素にならないはずだ。そいつって一体何者？さ、話はここまでに。ダインのやつまた行っちゃったな。お、どうかしたか？ついていきます。もう戻られたのですか？どうです？急を要する事態になったわ。この場にいる全員に夢について話し合ってもいいけど。え、はい、宗神様がそうですが、何が起こったのか。わかりました。それほど危険なことが起きていたんですね。ご安心を。このことは全ての参加者並びにモーメントオブドリームのスタッフにもお伝えしておきます。参加者リストを使えば夢について関心を持っている大勢の方とも連絡。ありがとう、本当に助かるわ。まずは本日イベントに参加。アタさんはもう帰っているようですね。どなたかキャシアさんを見ませんでしたか？ああ、彼女なら行くところがあるって言ってたわ。まずい、まさか夢の中の条件を探しに行ったんじゃないよな。どこへ向かったか教えてくれるかしら？はい、私も簡単にしか聞いていませんが。ありがとう、すぐに行ってみるわ。それから軽率な行動を取らないよう。わかりました。
ずは彼女を。でも幸い、傷を負ったり驚いて目を覚ましたりしていないわ。また明日、アーシア先生。あれ、夢？あ、そっか。これ？この植物のことです。ずっと開花せずに。夢の内容と関係があるのよ。あ、すみません。まだ少し意識がぼんやりとしていて。まずはこれの話からしましょう。この植物はさっき言ったアーシア先生がいなくなる前にくれたものなんです。先生は私の両親の親友で、私を教え導いてくれた存在でもあります。卓越した学術の才だけでなく、身のこなしにも優れ、冒険者協会の仕事をたくさん引き受けていたのを覚えています。それでその人は冒険に行ったのか？はい。私が10歳ぐらいの時に、先生は深淵の秘密を探すためここを長く離れると言いました。でも深淵が何なのか私には分かりませんでしたし、すると先生は私をぎゅっと抱きしめました。結局先生は行ってしまいました。私のことが一番大切だという手紙を残して。ただそれにはこうも書いてありました。深淵を調査することはよ。先生は過去の冒険で重要な手がかりを得たそうです。星と深淵を目指せって、ただの決まり文句じゃなかったんだな。先生は手紙の中に種を入れ、こう綴っていました。その種が発芽して開花したら、自分がどんな危険な状況にあろうとも帰ってくると。それから私が大人になった姿をとても楽しみにしているとも。ただおかしなことに、どれだけ水や肥料をあげても開花しないんです。正論派の学者に聞いても誰もこの現象を説明できませんでした。その植物詳しく見てもいいかし？もちろんです。私も宗神様にその答えを教えていただけたらと思います。そうね、ナヒーダがこんな表情を見せるなんて。ことなのかはすぐに分かったわ。彼女が植えたのは学会で知られている植物ではなく、特殊な手段で栽培した新種よ。その特徴から見るに、殻を破った瞬間からすでに開花する力がないものだと分かったわ。そんな。つまり彼女の言うアーシア先生はとっくに危険を察知していて、私が観察してきた経験から見て、これは残酷な事実に当てはまるわ。残酷を前にした時、人は泣きわめき、虚言を吐いて怒り狂うこともあるかもしれない。彼女が真実を直視すべきだということは分かっているわ。けれど同時に、確かに厄介。でもそれだと責任をあなたに押し付けてしまわないか。大丈夫。この世にはいろんな人がいるんだ。さっきナヒーダが挙げたのはどれも極端な例だぞ。わかったわ。ありがとう。じゃあ戻ってこのことを伝えようぜ。
できない？そんな開花できない植物だなんて。それってつまり繁殖することもできず枯れてなくなるしかないのですか？つまり先生は最初から戻ってくる気がなかった。もちろん良かれと思ってやったことだと思うぞ。どのみち残酷な別れになるなら、そうだぞ、彼女のお前に対する愛とか関心やぬくもりは全部本当に実在してたんだ。 OK, sorry, lanjut lagi sambil makan ya. Kerja bakti dikit, mau Ramadan kan?おそらく彼女も、あなたが真実を知った後、彼女の選択を理解し尊重することを望んでいたに違いない。わかりました。ごめんなさい。文句を言うつもりはないんです。ただ、少し受け入れられなくて、夢ではあんなに素晴らしいものだったのに、現実はこんなにも冷たいなんて。先生は本当に帰ってきたのだと信じていました。話したいことがたくさんあったのに。この夢は想像しているほど美しく単純なものじゃないのかもしれないわね。ええ。だから調査が終わるまでは、モーメント・オブ・ドリームの会場に戻って、夢の暗示を受けないよう注意を払ってちょうだい。本当にごめんなさい。わかりました。助けてくださり、ありがとうございます。そうでなければ、最後の記念さえも失っていたので。感謝するわ。彼女もやっと現実を受け入れたようね。でも、あなたたちが愛について話したとき、彼女の目に明らかな揺らぎを見たわ。まるで、絶好のタイミングで降る優しい雨のように。えひひ、なんたって人は共感ができるからな。共感？なるほど。これはとても貴重な知識ね。勉強になったわ。そうだ、さっき誰かがあいつらの感情を利用してるって言ったよな。もしか、ええ、この二つの件の共通点は、アイルマンとキャシアが最も大切な人を失っている点にあるわ。彼らは夢の中で大切な人と再び会うことができた。そして、その相手のリアルさも夢が見せるレベルをはるかに超えていた。それは思いの力と解釈するより、もっと悪質なものだと考えざるを得ないわ。おう、ただ人の夢を導いてるだけだぞ。何が目的なんだ？それは引き続き調査が必要よ。とりあえず、一度モーメント・オブ・ドリームの会場に戻り、何か嫌な予感がするわ。
戻ったわ。今どんな状況かしら。その、申し訳ございません、宗神様。このことを経験した方をどう説得したらいいか。宗神様からの警告を受けたので、たとえ彼らが危険だと思っていなくとも、その人たちをここへ連れてきました。ただ、一部の方はすでに深く眠っていて、長いこと目を覚ましていません。モーメント・オブ・ドリームは規模の小さい同好会です。開催側の人手があまりにも足りなく。やっぱり私の予想が当たっていたわね。宗神様、お戻りになったんですね。一体何が起こっているんです？どうして我々をここへ集めたのですか？ここにいる人の多くは今も美しい夢を見ているわ。でもみんなには申し訳ないけど、それら夢の背後には何か陰謀が隠されていることが。だから真実が見つかるまで夢の中の情景を追いかけたり、そういった暗示を鵜呑みにしたりしないでちょうだい。そんな。関係ないんじゃないですか。ただ夢を見ているだけですし。夢の暗示を受け入れたことにより、自分から外へ行って危険な目に遭った人をすでに二人見つけたわ。そうだぞ、これはもうただの夢ってレベルじゃないんだ。そうだったんで。つまりその詳細が詳しく分かれば、こういった夢を引き続き見てもいいということです。確かに、俺もまた姉さんに会いたい。申し訳ないが、宗神様、これから言うこ、さっき俺たちで互いに話し合ったんですが、みんな、それはまるで生き返ったかのようでした。誰も。ええ、それも私たちの調査した状況と一致する。ですので、もしもこの件の調査結果によってこの夢を終わらせるってことになったら、我々もその危険性は理解しています。ただ夢の中にいる人が我々にとってどれほど大切なのか、誰もが宗神様のやっていることを理解し協力できるとは限りません。少なくともみんな宗神様の調査が終わるまでに夢の中へ行き。これこそ私たちが直面している一番厄介な状況なんです。たとえ危険だって分かってても夢の中に戻ろうとするのか。そうね、私たちが伝える危険の描写は美しき無境と比べると筆書きのようにいささか精細に書けるわ。時間が遅れれば遅れるほど多くの人々が警告を無視し甘い夢に戻ろうとする。じゃあどうすればいいんだ。直接夢の中に入って、ペドラッシュ、今ここに例の不思議な夢を見ている人はいるかしら。そうですね、こちらへお越しいただけますでしょうか。ええ、いいわよ。この方は我々の説得に応じ。もうganti dulu bahasa. Suara Nahida di Jepang sangat dewasa gitu. Sementara penampilannya anak-anak, gue pengen cari, mau denger yang Inggris dulu. Mana tahu lebih imut kan. Everybody stand back. Suara Nahida Jepang terlalu dewasa, walaupun emang cocok sih sama karakternya.
kalau misalkan kurang seru atau kurang cocok, kayaknya gue bakal balik lagi sih ke Jepang. Soalnya overall untuk Genshin Impact untuk voice actor emang paling the best di Jepang. Beda sih sama Final Fantasy 7. Kalau Final Fantasy 7 tuh English yang paling the best. Jepang cocok sih, oke. Cuman lebih the best sih yang English kalau Final Fantasy 7 remake. Tapi kalau Genshin Impact Jepang sih. Sebenarnya Chinese yang paling cocok bener. Tapi malas aja dengarnya karena nggak paham kan di gua ya. Nggak paham, nggak familiar di telinga juga. Frost. Let's get it on. Hi. Cha. Hi. Periksa kondisi Debbie. Where's Debbie? Nah, itu tanpa nama satu orang. She's only asleep and hasn't started sleepwalking. It seems she hasn't sunk too deep into her dream yet. Do we also need to fall asleep if we want to go into her dream? Don't worry about that. I'm Lesser Lord Kusanali after all. Now, don't be nervous. Just close your eyes. Imagine yourselves as waves gradually rolling onto the beach. You slowly wash over the shore and sink into the sand. Oke sih, cute nya dapet. Terus apa namanya, wise nya dapet juga yang English. What's wrong, traveler? You look a little disoriented. Really? Paimon didn't notice anything. Anyway, seems like we've made it into the dream. I thought we would arrive at some familiar scene, but we seem to have landed in a completely unfamiliar place. Whoa! So many giant plants! Even in the sky! Amazing! Theoretically, we should have gone straight into Debbie's dream. Things do seem to have gone a bit sideways here. Tapi kok voice Nahida kayak nggak bersih, nggak jernih ya hasil rekaman. Anyway, let's see if we can find any leads. Apa jangan-jangan tiap voice actor dubbing pakai mic sendiri-sendiri ya? The agenda? No touching! Glaze over! Glaze over.
Huh? A door? Wonder where it could lead. Well, it's not like we have any other way to go now. Let's go in and have a look. Aduh, amat. Familiar? Isn't it Puspa Cafe? Oh! Paimon sees Debbie! She's right over there! Looks like we've come to the right place. These alluring dreams often portray a scene from real life, which concurs with our previous findings. Really? But what about that space we were in just now? You can't mean... this is another collective dream? Yes. Given that so many people have been experiencing these beautiful dreams, I would say it's very likely that they're interconnected. Sumpah, kualitas suara Nahida jelek banget, anjir. Compared to an interconnected dream, independent individual dreams would be much harder to manage and manipulate. Maksudnya bukan suaranya jelek, kualitas suaranya coy, mic-nya. Apakah gak diedit sama developer dulu? Apa gimana? Ah, Paimon gets it now! Well, let's go talk with Debbie! Oh, but there are some other people next to her! Are they dreaming too? If this space is exclusive to Debbie's dream, then the others beside her are most likely the people she cherishes. Anyway, we should confirm that first, just to be sure. Huh. How do we do that? Just leave it to me. How could they be... well, I guess it doesn't matter. Huh? She sounds a little hesitant. I've confirmed that this dream belongs only to Debbie, because I'm unable to hear the thoughts of the other two people with her. So, this is the power of the Dendro Archon? Paimon, I better watch her thoughts from now on. Don't worry. I don't often use my powers like this. It's rather impolite. Alright. I need to get myself ready. It won't be easy to break it to her, but there's no avoiding it now. The Great Dendro Archon! What brings you here? I'm sorry to interrupt your celebration, but... have you noticed that what's happening here doesn't quite match up with your memories? Well, okay, sih, suara Nahida sebenarnya. I don't quite understand, bang. Great Dendro Archon. What do you mean? I get it! The Dendro Archon is trying to say that it's a once-in-a-lifetime opportunity that we're able to gather here. Hey, how about a cup of coffee for all of you? My treat. We just returned from a fruitful adventure. Memories? A once-in-a-lifetime opportunity? Think carefully. You of all people should know what really happened to them. Are you sure that meeting here and chatting the day away like this isn't just a product of your own wishful thinking? Yes. The reports from the Steambird were true. And I never heard from Basima and Gaspar again. Hey, come on now! What are you talking about, Debbie? Yeah! Trust your memories!
Nothing you see here is real! I get it now. This is a dream, isn't it? But since it's my dream, it doesn't matter if this is real or not. I enjoy the way things are here. I no longer have to face the tragedies of real life. These friends mean the world to me. Nobody else can understand me like they do. There's nothing wrong with continuing this dream. I'm worried that if you were to continue dreaming like this, the lines between dreams and reality will gradually become too blurred for you. These dreams will always give you what you want, while reality remains full of pain and difficult situations. Don't worry. I still have control. I won't let it go that far. Are you sure? Hey, how about we put all this troublesome stuff aside and get back to our coffee and snacks, hmm? Whether it's just a dream or real life... You can't just brush off something like this! We don't even know how you people got here or where you even came from! Sorry. Paimon didn't mean to upset anyone. No, it's all right. I understand that you're just trying to look out for me. It seems that for now, this place is still relatively harmless for you. But I wonder if there's any way to go deeper into the dream. Huh. Now that you mention it, I once heard a strange voice tell me that there's an entrance here. I'm not interested in checking it out at the moment, but maybe I'll go in and have a look later. Okay. Thanks for your help. Just as I expected, we're only on the surface of this dream. Let's go. Dreams work. We've left Debbie's dream, but the dream is still continuing onward. I'm not sure where it'll lead us. This dream has the ability to create imaginary people. If it weren't for what we just saw, Paima might still find that a bit hard to believe. I have a guess. If these dreams are connected, then there should be some sort of order to them. The fact that Debbie was able to realize that she was dreaming means that she is not very deep in the dream yet. But the space we're in has been turned upside down. Oh, right! Dreams are chaotic. That's right. It's possible that we're heading deeper into this dream now. And the deeper we go, the closer we'll get to the essence of the dream. Right! So the answers might be waiting for us deeper in the dream! Yes. And we should get ready for whatever we may encounter. It looks like we may need to put something inside there.
birds. That's not helping, Nahida! Paimon has no clue what's going on anymore! Yeah, I see everything! This is probably Ilmon's dream. Huh? Why would he start dreaming again? Yes, but it seems that the danger isn't enough to stop him from longing for his wife. Based on what we've learned so far, he must be sleeping more deeply for his dreams to appear here. But fortunately, he already knows this from before, so hopefully we'll be able to wake him up. Oh, it's you! Incredible! I didn't know you would appear in my dream, too. Did you say dream? Wait, so you know this is a dream? Of course. Such good things rarely happen to me in real life these days. Here, let me introduce everyone. This is Mynar, my wife who I mentioned before. And this is our daughter, Hydar. Hello. It's a great honor to meet the Dendro Archon. Whoa, Dad! You know the Dendro Archon? That's amazing! And what's this? Is it a new toy? No, it's Paimon, not a toy! Anyway, now's not the time for that! Nahida, this doesn't seem to add up with what we were expecting! You're right. Let me think for a bit here. Oh, right! We didn't see him in a moment of dreams earlier! Sorry. I just had to make sure that Hydar could get a chance to see her mother. I had gotten pretty familiar with the hike, so I brought Hydar with me. I'm just glad we didn't meet any monsters along the way. Yes, I'm glad too. I didn't expect her to grow up so fast. It must have been very hard for him. I regret not being able to fulfill my role as a wife and a mother. No, don't talk like that. Let's leave all that unhappy stuff behind for now. Even if we're in a dream, it's still a blessing that we've been able to reunite in this way. What should we do now? Should we tell him the truth? You can let me break the news. I should be the one to do it. Okay. Mantap sih voice actor English. I'm sorry, but I should tell you that your dream did not create us. We are real people with our own consciousness. Like the last time we met, we are still investigating this dream. So you mean there's something nefarious with this dream? Hmm? It seems the reunion of our family is destined to only be temporary. Huh? Is Mom leaving? Maybe. But in all likelihood, that is indeed how things will end. Oh, no, Mom, you can't leave! I'm afraid I don't quite understand what's going on. Don't worry, Hydar. Mom's not going anywhere. Please, don't cry.
Minar doesn't understand any of this. I'm fully aware that this is a dream, so that's why I've never told her the truth, but never mind. It's not like I would know what to say. I mean, I don't get any of the complicated stuff. But regardless of whether this dream is good or bad, you're here to resolve it, right? Yes. Then please, let us enjoy this moment, regardless of whatever caused this dream to come to pass. I feel extremely grateful to have had the chance to reunite with my family. But does this dream really have to disappear? I'm afraid so. Okay. I see. Please, come this way. You can go even deeper into the dream by heading in this direction. I have heard that the further down you go, the more pleasant the dreams become. The answer you're looking for may also be found there. Go ahead. Thank you for helping us, and I'm truly sorry. You're welcome. It's not like I have any say in the matter. I'm just an ordinary person, after all. Who am I to interfere with the work of a god? I'll be right behind you. I should at least let Minar and Hydar know what's going on here. Otherwise, my daughter might be mad at her mother after we wake up. We're not doing something bad, are we, Nahida? That depends on how you define good and bad. Same place again. This place is almost like a flight of stairs that connects all the dreams together. But they appear to be getting more and more aggressive. Regular stairs wouldn't try to attack us. Right. Something seems to be off about our theory. Ilmon is clearly aware that he's dreaming, and he's enjoying it. Rather than dreaming on a deeper level, he almost seemed more awake. I believe we're on the right track. But we just need another explanation. It's not that the dreams are getting deeper, it's the owner's attachment to the dreams that's getting stronger. But you would never mistake dreams for real life, right? Sometimes Paimon almost wishes her dreams could be real, but it's just a quick thought. It's not long before Paimon's thinking about other things. Listen. We're real beings living in the real world, and that's where our focus should be. This also explains the insubstantiality of our dreams. No matter what they may become, we don't really care. But if we decide to abandon reality and embrace our dreams, then our dreams would become far more substantial. Oh, wait! Paimon's starting to get it now! Your mind will begin to build the dream far more attentively, which in turn will make it feel more real. Do you remember how the Akasha can turn dreams into jnana energy? Constructing a realistic dream consumes a similar energy. Does that mean there's a host of these dreams here like Milu during the Sub-Zero's festival? If we wake that person up, this collective dream will end, right? Mm-hmm, most likely. But the collective dream in Sumeru City was created by the Akasha, and now the Akasha has been turned off. This has nothing to do with the Arinara, and humans are not capable of creating a collective dream, which means... Huh? So, did someone manage to restart the Akasha? That's impossible. But they are probably a scholar of the Academia who had a... Even so, how did they manage to do it? And how did they choose the host? Yeah, we haven't gotten to the end yet. Once we know their motive, all the questions will resolve themselves. Everybody stand back! Yeah.
Pantesan, di Richard cuma 135. Let's get it on! Wait! Keren, flying skin ini dah. Before the water level rises. In this dream. This should be the final destination. Huh? Really? Yeah, these are just ordinary city streets. I have powers related to dreams, so it's usually easy for me to tell who's dreaming and who's created by dreams. I guess only those who have thoroughly accepted this dream will be able to come here. There are so many people here. Don't worry, I have a way. Katalis lagi ya. Serangan Nahida ternyata iya anjir. Oke bet. Gila. Banyak makan stamina. Ya. Ya. Ya.
of his! Sometimes I wish Rakesh could be more assertive, but I guess I'm also happy enough with the way things are. No, it's not her, unfortunately. You know, I've heard that plants grow better if you play music for them. And on that note, it's been a while since I last heard you play. Sorry, I've been a little busy these last couple days. Oh, the Dendro Archon. What a pleasant surprise. Hmm? Oh, welcome, great Dendro Archon. And your companions, too. Welcome. I'm Amira. I run the flower shop here. And this is my husband, Moses. Yes, how may we help you? You already know all about me. There's no need for all the pleasantries. Perhaps I should call you the dream's owner? As expected of the Dendro Archon. I'm sorry, Amira. It seems my research has attracted the Dendro Archon's attention. Why don't you go back to the flower shop? I'll come help you a little later. Okay, of course, dear. It appears that I was too naive to think I could deceive the Dendro Archon in person like this. To avoid looking like too much of a fool, allow me to ask the first question. How well would you say you understand this dream? This dream was built by the Akasha, and it has the power to create imaginary people who no longer exist in the real world. As for you, you found a unique way to become the owner of this dream, going so far as to have even given up the ability to wake up again. Given up the ability to wake up? Impressive! You truly are the embodiment of wisdom. Please, tell me how you were able to arrive at such a conclusion. In return, I'll answer the question you're most curious about. It's simple. Apart from you, this space only consists of real people who are dreaming and imaginary people who are created here. Although you are here and appear no different from the others, I can't sense your dream. How can I wake up a person who's already awake? Fascinating. Since you're the fully awake owner of this dream, it can never collapse from you waking up. Theoretically, this should also give you absolute control over this place. I have to admit, it really doesn't get much better than that. But even knowing all of that, one question remains. How did you do it? Isn't the answer right in front of you, great Dendro Archon? It's because I've dedicated my entire reality to this dream. I uploaded my entire consciousness into the Akasha when it was still running. Wow, man. Ini kayak di show siapa namanya? GM. Yang pakai satu shield, satu pedang. Actually, this all started because of an accident. My original goal was not about the Akasha or a collective No. You were motivated above all to create a hyper-realistic person. The desire to reconnect with a real loved one is the one shared sentiment between all our dreamers. That's right. However, human models are too complicated. Only the Akasha has a Nyana energy supply powerful enough for me to generate and sustain my models. The Akasha is truly magnificent. If I siphoned a minuscule amount of its energy, nobody would even notice. And even this minuscule amount of energy was already more than enough for my purposes. Even using just crude methods, I was still able to train a fairly realistic person. I named my first work Amira. Huh? You mean the girl we just saw? She and I entered the academia on the same day. Starting with admission procedures, we bumped into each other 6 times on just that first day. And because of that one day, we eventually went on to fall in love. We studied, conducted research, and made breakthroughs together. Our rhythm was always in step. I felt like we were two separate bodies that shared the same heart. However, Elazar later took her from me. Oh my god. Yes,
I need more training samples to perfect Amira's personality. I found their details in the Akasha's database. Using the pretext of testing for mental health disorders, I implanted signaling devices in their bodies. This way I could connect them to a network, and Amira could feel their yearning. Little by little, they helped her to grow and develop a warm, human personality. To improve my efficiency and allow myself to focus on nothing but my research, I uploaded my consciousness as well, and So, technically speaking, it's not that you won't wake up, it's that you can't wake up. Yes, because the Akasha was suddenly turned off, I lost all of my Jnana energy. I became imprisoned in the very network I had constructed. At first, I panicked. But, after coming to grips with the situation, I realized that I could restart this world as long as I could find a replacement source of Jnana energy. That means everyone in the network is providing you with Jnana energy! That's all there really is to it. I don't think I'm doing anything wrong. I'm just saving them as well as myself. I provide a beautiful dream, and in return, I harvest their Jnana energy as fuel for the dream. They can wake up anytime they wish. People need to sleep anyway, so why not have some beautiful dreams while they rest? I agree. This is the home we spent a great deal of effort on to build for ourselves. Yeah, she's right. We're staying here of our own free will. I don't understand this at all, but I just want to spend some more time with my family. Thank you, dear. Great Dendro Archon, I hope you can understand. You don't need to gather around here. It's all right. The Great Dendro Archon is nothing if not kind and considerate towards her people. She won't interfere with what we're... Uh-oh. Now he's playing dirty! It seems like I won't need you to answer my last question. You're willing to tell me all your secrets because you have nothing to fear. If you use real people as your weapon and turn them against their Archon, then there's nothing the Archon can do. They just want to be with the people they cherish. I don't think there's anything wrong with me providing them with that opportunity. They don't wish to eternally part with their spouses and friends. What's so wrong about that? If you understood humans a little better, or had also experienced firsthand the absolute devastation of loss, then perhaps you wouldn't be so cold towards us. If you had used your talents and determination for a just cause, you could have become a sage of the new generation. Unfortunately, you've committed one of the six cardinal sins of the Academia by attempting the forbidden and fearing none. You equated people's feelings with cold Jnana energy and deprived them of the pain that they have to face. You lured them into these dreams, and even now, remain completely unaware of how evil all of this truly is. Pain? Luring? Those kinds of things haven't existed here from the moment this world was created. She's right here. This is Ilmon's child, Haidar. Huh? My daughter? What's wrong with her? This dream relies on a set network, which means that only those with devices planted in their bodies can enter this world. Carefully think back and retrace your steps. I secretly went back to the mountainside with Haidar. Mynar was already there waiting for me. You mean she isn't actually the real Haidar? No, because unlike you, she can't enter this dream. The moment you came into this dream, it created a Haidar to realize your wish of reuniting with your family. So... she's still out there on the mountainside. That's right. And she must have been terrified to see her father not in his right mind. Not to mention the monsters in that area. If Haidar's still out there, then... What are you talking about, Dad? I don't understand. I must wake up right now. I can't leave her there alone. Oh. It seems the others have also remembered something. People try to avoid pain,
and stay in their perceived bubbles of safety out of an instinct to protect themselves. This is human nature, but it is also one of their weaknesses. Wow. However, why are there still so many people striving to move forward, even when they know the path ahead is dangerous and painful? It's because people don't only live for themselves. They have families, loved ones, friends, and communities. But in this dream, you showed them only the most comfortable and soothing things. This entire world has been built on the foundation of buried and unseen pain. It's all just a well-devised scam. It seems like I've stayed in the dream for too long. I still have so many things I haven't done. Huh. I thought gods didn't understand humans. That would have explained why they created such a flawed world where countless tragedies took place. I didn't expect you to arrive at the answer through sheer power of observation. But if you wanted to spend a little time in the waking world, go right ahead. In any case, I wanted to spend some time alone with Amira. As long as this dream continues to exist, you'll come back. Humans aren't as strong as you think. And even if you're a god, they won't always listen to you. It's time to purge all the extraneous data and noise. Ah! Monsters! Be careful! All of you, please get out of here and find somewhere safe. I am the master of this dream. I can create endless waves of monsters with the snap of a finger. Don't worry. They'll wake up before they get hurt. Amira doesn't like to see others in pain. If you know what's good for you, leave now! Everybody stand back! Share my knowledge! Buckle up! You haven't won just yet. This dream is mine! If I go into hiding here, not even an Archon can ever find me. And as long as people yearn for happiness, they will return here and rebuild this paradise! Hey, Sam! What's that? The dream is spiraling out of control and is collapsing now! What? Oh no. Amira. Amira. Amira! Amira, are you all right? I don't feel well. No, no, no! Please, no! Get away from there! Don't ruin my flowers! What should I do? Where did... go? Left because he doesn't want you anymore. Who am I? I'm not Amira. Well, that's over. But what happened just now? He's not very proficient in using the Akasha's technology, and he spent a lot of Nyana energy creating monsters. Now the system is out of control. All the people he created also turned into monsters, including Amira. It's terrible, even for a dream. Even Paimon's freaked out! The good news is that the chaos seems to have now we only need to wake up the people here and let- Amira. My dear Amira. They're all gone. It was just a big dream after I couldn't change my fate. And my knowledge turned out to be useless. Do you still think this is our fault? I don't care about that anymore.
The Nyana energy used to sustain this dream has all been transformed into monsters. This dream will soon collapse in my consciousness alone. Let me disappear with Emira. I'd rather turn into dust than to ever wake up again. It seems that everything that's happened is too much for him. He's lost all hope. I think seeing Emira turn into a monster was punishment enough for him. After comprehending the hollowness of the unreal, it's time to revisit the meaning of existence. Existence? I'm different from the others. I've long given up everything outside of my consciousness. Using my knowledge of the Akasha, I have a way to extract your consciousness from here and put it inside a knowledge capsule. The Academia has probably kept your body, so you should be able to wake up soon. No need. Just let me disappear. This isn't compassion. I won't let you escape your punishment by simply disappearing. As for your life after that, it'll be up to you how you want to exist. Alright, Traveler and Paimon, we should go back. We can finally wrap up this whole thing. What's that? What's wrong, Nahida? Nothing. Let's tell the people here to gather at a moment of dreams after they wake up. Oh, great! You're awake! Everybody has started to wake up, and we've heard similar reports from around the city as well. From the looks of it, you were able to successfully resolve the issue. Yes, though it took us a good deal of effort. There will be many people gathering here shortly, so please do your best to maintain order. I need to go to the Academia with them now, but we'll be back soon. Let's change language again. Oh, Nahida the best sih, Inggris.傭兵としてのモットー？簡単な話さ。より多く金を出した奴のために仕事をするんだ。なんでうまくいかないんだ。全く意味が分からない。
砂漠ってのは付き合いにくい相手だが、少なくとも公明正大だ。危険や挑戦は全て目に見えるようにしてくれてる。送信様、どうなさいましたか？学籍情報を調べたいの。クシャレファー学院の学者で昏睡状態になっている人はいないかしら。かしこまりました。お待たせいたしました、送信様。確かにそのような学者が一人おります。名前はベノニ。アーカー社の違反操作により昏睡状態に陥っています。現在に至るまで意識は回復しておらず、今もなおビマリスタンで治療を受けています。え、モセイスって名前じゃなかったのか？正体を隠すためだったのでしょう。ここに保存してある知識をマハマトラに渡してくれるかしら。これをベノニの脳へ導入するよう頼んでちょうだい。かしこまりました。ただ安全性の考慮から理由についてお伺いできますでしょうか？簡単なことよ。この中にあるのは彼の意識。以前まである無境に囚われていたの。彼は無境の中でスメールの治安に影響が出るようなことをした。かしこまりました。すぐに取り掛かります。ううん、礼はいらないわ。モーメントオブドリームに人が集まっているでしょうし。ギーラサダルもらっちゃいなよと。オイラたちは静かに聞いてればいいんだよな。ナヒーラ、何を言うんだろうな。先ほど目を覚ました人たち、あなたたちの心地よい夢の邪魔をしてしまって、無境にはとても不思議な力がある。強い心を持つ人に対しては、でも同時にその状況を利用して認識を混乱させ是正をひっくり返すこともあるの。前にも言ったように、私もまだまだ学習途中で、離別の苦しみを共感できると言えるほどではない。でもここに同じような経験をした人が少なくないことは、あなたたちがここに集まり共に未来へ向いていること。生命という道はとても長く、その終点を見透かすことは難しい。生きている意味は何？目標は何？どうして苦痛を味わい続けなければならない？確かに足を止め、考えることを放棄し、慣れ親しんだやり方を繰り返すことは最も簡単な選択よ。でも、もしもそのような考えが頭に浮かんだら、身の回りの人と物事に目を向けてみてほしいの。一日中頑張って働く人がいるのは、家族に温かい晩ご飯を食べさせたいと願っているから。世を渡り歩く人がいるのは、テイワット中が共感できる芸術品を作り出したいと思っているから。世界の秘密を探す人がいるのは、迫り来る名乗しがたい災難を防ぎたいと考えているから。自我は生命の意義の全てではない。一つ一つの行動こそ自我と世界を作り上げるものなの。家族や友人はあなたたちの行ったことを覚えているし、見知らぬ人だってあなたたちの行動から恩恵を受けるかもしれない。だからこそ苦しみに耐えてでも新たな道を切り開こうとする人がたくさんいる。そしてあなたたちが同じ道を歩んだ時、それら究極の質問の答えは少しずつ見えるようになり、それと同時に
重要ではなくなるの。だけど、もしもあなたたちが生命を虚無だと思ってしまえば、それは本当にだんだんと虚無へ向かってしまう。あなたたちには生き方を選ぶ自由がある。でも私は神として、先にあなたたちの目を覚ます必要があるの。それでも、現実を捨ててまで美しき夢を抱くかどうかは。ナヒーダは個別でまだ話すことがあるみたいだ。教練院前の広場に行ったみたいだぞ。ナヒーダは本当にすごいな。無境にいた時、あの学者を言い負かせないんじゃないかって思ったぞ。彼は人間性の弱点を利用することに長けていたわ。おそらく彼自身も以前からその渦中に陥っていたのでしょう。あの無境には言葉で言い表せないような誘惑があった。病みつきになるほど甘く、でも目を覚ますことさえできればいつだって遅くはないわ。あら、どうして急にそんなことを？そうだぞ。お前は人間の感情がよくわからないって言ってたけど、さっきの演説もあいつらの立場になって言ってたし。よ、ありがとう。この一件で数多くの悲しい話を聞いて、被害を受けた人たちの行為が間違いだったとは言えないし、彼らの望んだものも決して課題ではなかった。だから彼らが私たちに対抗し無境を守ろうとした時、私には彼らの選択を理解できたわ。でも私の理解と感じたことは、彼らが本当に体験した苦しみに比べれば100分の1すらないかもしれない。その100分の1を共感だなんて。ナヒーダは自分に対して厳しいな。それだって教官に入るに決まってるだろ。わかった。やっぱり外に出てみると成長できるのね。感情と知識は全く違うもので、明晰な言葉でそれを描写することはとても難しい。レノニー、モセイスは私が生理死別を経験したことがないと言っていたけど、無境に入った時どうしてかとても温かな熱流に包み込まれる感覚を覚えたわ。その温かさは、まるで自分が生命の原初状態に帰り、でも再び目を開けた後、その感覚は消え、何の痕跡も残っていなかったの。例えるなら、白紙の上に書かれた字を消すようなもので、字は見えないけど薄い凹みだけは見える状態ね。あの無境を経験した後、さらにはっきりと分かったわ。あの熱流が何を意味しているかは重要じゃないって。ただ確かなのは、私はかつてその温かな力によって支えられ、その温かさがどこから来るかに過度にこだわるのは本末転倒というものよ。さっき民たちにあれだけ多くの理想を語っておきながら、結局は自分もできないだなんて、そんなの面目丸つぶれじゃない。どうしたんだ？何度も何かを言いたげだったけど、なら目を覚ましたのだし、から新たな一日が始まるわ。やっ！Anjir, the best artpon emang。you
Meron. Mission over. Story is over. 次の仕事は。あれ、それ見てるんですよ。